2月27日夜、こんばんは。今日はですね、ホームでという歌、香西かおりさんの歌です。なんですけども、このね、すぐに会えるって手でちょっと伸ばす、精一杯の笑顔でっていう感じ、ちょっとやってみますよか。またすぐに会えるって精一杯の笑顔で、電車を待ちながらつないだ手の強さが、いつまでものい、ここにものすごく感情が入るんですよ。いつまでも離さないと言ってるの、またいにすごい感情が入ります。気になるのまでね、いってきます。いつまでも離さないと言ってる、気になるの。次のね、行なんですが、発車のベルにせかされて窓越しの愛してる、この愛してるにすごい感情、もう泣きそうな声でね歌ってます。でその後ビブラートが入ります。発車のベルにせかされて窓越しの愛してる、なのですが、その目をそらしては生きてはの息、ここにまた感情が入ります。はいけないってね、その目をそらしては生きてはいけない、行なんですけど、去ってくあなたの背が見えなく、このね、小さい2がね、入らないか入るかギリギリぐらい、なってゆくから。で、ここのビブラートですね。いきますよ。去ってくあなたの背が見えなくなっていくから。幸せしかないのに、寂しくて心が泣いた、このね、寂しくてもすごく感情が入るんですよ。はい、次2番なんですけど、2行いっぺんに行きます。でね、2行の終わりのとこに恋しいの恋、ここにね感情がすごく入るんですよ。見慣れたこの街が少しずつ遠くなる、それだけであなたがこんなに恋しいですね。電車を待ちながら紡いだ言葉には拭っても消せない、このね、頼りなさこぼれるのとこね、頼りなさですね、小さい「つ」が入るんですよ。次です。一駅越えるその旅に、このため息がですね、すごく感情が入るんですよ。深くなる、ここの伸ばすとこビブラートですよ。その手を離してはのとこ、すごくね、なんて言うんですか、声量が大きくなってきてます。生きてはいけない。一駅越えるその旅にため息が深くなる、その手を離しては生きてはいけない。ラストです。初めて恋をした
私に戻ってく。こんなにも誰かをもう一度愛せるなんて。このもう一度愛せるなんてはちょっと声量が落ちます。このこんなにも誰かをのとこが声量が大きいですね。そんなもんです。音源はね、友柄さんですねを使おうかと思います。人影もまばらな、ホームに二人して、またすぐに会えるって精一杯の笑顔で、電車を待ちながら繋いだ手の強さが、いつまでも離さないと言ってる気になるの。発車のベルにせかされて、窓越しの愛してる。その目をそらしては生きてはいけない。さてくあなたの背が見えなくなっていくから、幸せしかないのに寂しくて心が泣いた。見慣れたこの街が少しずつ遠くなる。これだけであなたがこんなに恋しい。電車を待ちながら紡いだ言葉には、拭っても消せない、頼りなさこぼれる。一駅越えるその度にため息が深くなる。その手を離しては生きてはいけない。初めて恋をした
私に戻ってく。こんなにも誰かをもう一度愛せるなんて。はい、ありがとうございました。まもなく各駅停車高速神戸行きが参ります。黄色い線の内側へお下がりください。各駅に停車します。ご乗車の際には足元にご注意ください。